皆さんこんにちは、白熊七海です。本日の動画は、以前インスタグラムにてフォロワーさんに、あなたの学校の変な文化と言いますか、これってうちの学校だけ？というものを募集したんですね。それがなかなか面白かったので、本日は YouTube でもご紹介したいと思います。ちなみに私の中学校高校はこんな感じでした。中学校では白帽というダサい帽子をかぶったり、高校には競歩大会っていうひたすら歩きまくるイベントがありました。さあ、それではフォロワーさんの面白文化見ていきましょう。それでは1つ目、文化祭の最終日には家庭科学科によるウェディングドレスのファッションショーがあります。想像するだけで素敵ですよね。インスタのコメントにて補足がありました。ウェディングドレスの制作には3年かかっているそうです。いやー、すごいですね。次は、卒業する年に好きな題材で8センチの論文を書きます。8センチってもう原稿用紙何枚分だっていう話なんですが、コメントでうちの学校もやりましたっていう方がいたんですが、その方は好きなアイドルのことをひたすら語ったらしいです。もはや先生側の立場になってその論文読みたいです。次は、どんなに暑くてもブレザーは脱ぐことができない。もうこれ聞いた時に、みんな暑さ対策大丈夫？って思って、どんな校則？と感じたんですが、こういう学校多いんですかね。皆さん熱中症には気をつけてくださいね。これもめっちゃ羨ましいです。芸術鑑賞会では劇団四季を見に行きます。リトルマーメイドとかです。いや、もう本当にめちゃくちゃ羨ましくて、私まだ人生で一度も劇団四季見たことないので、本当に最高ですね。高校の文化祭でマリカーとスマブラのガチンコ勝負があります。いや、もう私も混ぜてほしい。本当に私こう見えて結構マリカーとスマブラ好きなんですけれども、もう文化祭でやってたらもう乱入したいですね。大乱闘しましょう。手ぬぐいかぶって掃除前に廊下に並んで木掃からの無言清掃。私の出身長野県なんですが、これはもう長野のあるあるで、無言清掃っていうのがあるんですよ。皆さん、なんか大学とかに行って友達と無言清掃あったよねみたいな話した時に、何それって言われた時はかなり衝撃的でした。女子校なので推しの先輩が卒業する時にリボンをもらいます。女子校のときめききちゃいましたね。もう私こういうの少女漫画でしかないと思ってたので、これを聞いた時は本当に楽しい気持ちというか幸せな気持ちになりました。女子校の文化もっと聞きたいですね。神奈川県は体育祭前に美容院でヘアアレンジしてくる子が多いです。体育祭ヘアで検索というものが来ていたんですが、いや、もうこれ見た時本当にめっちゃびっくりしました。体育祭ってもう泥だらけになって汗水垂らして頑張るみたいなイベントだと思ってたら、こんなおしゃれなイベントなの？と驚愕でしたね。皆さんの体育祭はどんな感じですか？高校時代の室内履きが上履きや体育館履きではなく、学年カラーのトイレスリッパだった。話を聞いたところ、これ本当にもうこの左下に書いてあるツヤッツヤのトイレスリッパだったらしく、そういう学校もあるんだと大変驚きました。劣化がすごそうに見えて意外と3年持つらしいです。はい、ということで本日は、これってうちの学校だけ？というフォロワーの皆さんから募集したものを発表させていただきました。いかがだったでしょうか？いや、なんかいろんな学校があって面白いなと思いました。もしよかったらこの動画を見て、うちにはこんな文化があるよみたいなのを教えていただけたら嬉しいです。好評だったらまたやろうと思いますので、ぜひコメントや高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、白熊ななみんでした。さようなら。